どうも皆さんこんばんは。お酒とゲームとおしゃべりと C さんのゲームチャンネルの C さんです。今日も一日本当にお疲れ様でした。眠る前にちょっとだけ今 C さんラジオを聞いていかない？寝落ちしちゃう前にチャンネル登録と高評価よろしくね。取り上げてほしい話のリクエストや質問があればコメント欄にお願いします。今回は恐怖体験というか衝撃的な話をちょっと聞いていただきたいなって思うんですけれども、分かる人は、私と同じ感覚の人は、あ、分かる分かる、そういう時あるよねって言ってくれると思うんだけれども、この現象に陥ったことがない人はもう全く理解もできないし、そのこと自体、私がそうなってしまったこと自体に恐怖を覚えると思いますので、心して聞いていただきたいと思います。落ちたかないよ、落ちたかないから、ただ聞いてほしいだけだから。私ね、今の家に2年半住んでるの。2年半住んでて、でリビング側のベランダから小学校が見えるのよ。でその小学校からね、よく音楽の授業とか体育の授業の音が聞こえてきて、あ、今日も小学生たち頑張ってるなーって、たまにベランダに出て柵に肘をつけながらのほーんとその光景を見ながら、マジ近所のおばさんみたいに癒されているんだけれども、その日運動会の練習をしていたのよ、小学校が。でもう朝からずっとどんどこどんどことか、イエーイイエーイとか言って、すごい大きな声が聞こえてきて、まあ今日は盛んですねみたいな感じで、楽しく家事をしていました。そしてですね、買い物に私は行きました。で買い物から帰ってきて、まだ音が聞こえてるわけで、エレベーターにで上まで上がって、エレベーターホールから自分の玄関の自分家の玄関まで歩く、その道ね、外なんだけど、その道を歩いていた時に音が鳴ってるから、まだやってるんだろうなと思って、小学校があると思っている方向をふと見たら、そこにはね、公園しかなかったの。怖いですね、怖いですね。そこには小学校がなかったの。私の頭の中にある小学校がそこにはなかったの。公園だったの。でも確かに私は2年半ここに公園があることを知っている。そうなの、私勘違いしていたの。左玄関のとこに進むまでの左前の見えるところに大きな公園があるのは知ってる。ただベランダから見ている小学校はそこの公園の位置にあると思っていたの、ずっとね、2年半。驚いちゃう、びっくりしちゃって。私であまりにももう恐怖だし、パニックだし、え、パラレルワールドですかとか思いながら、キノコたっぷり入った、キノコ買いまくってきたんだけど、その日ね、キノコたっぷり入ったね、あの袋を掲げながらドタドタと家の中に入り、もうキノコは放ってね、音のしているその小学校の方を見に行ったら、リビングの窓カーテンを開けたら、そこには小学校があったの。びっくり。私2年半もずっとその小学校はね、公園の位置にあると思っていたの。でもリビング側に小学校があるのも分かっていたし、玄関側に公園があるのも分かっていたんだけども、勘違いをしていて、その勘違いが2年半経ってやっと解けて納得いきましたという恐怖体験でした。そんなことある？え、こういう体験あるよね。多分方向音痴の人、私と同じで方向音痴の人は分かってくれると思うのよ。だって銀座でもしょっちゅう、あれ右にあると思ってた銀座左にあるんだけどとか、しょっちゅうなの。今でこそね、もう長年東京に住んできたから分かるけど、電車に乗って、例えばね、例えばだけど、秋葉原と上野って実は歩いていけるぐらい近いの。まあ真ん中に御徒町が入るんだけど、それもね、上野の駅と秋葉原の駅ってさ、その駅で降りるから点と点がね、繋がらないのよ、頭の中では。で、さらに考えてみて、秋葉原から東京駅ってすごい近いじゃない。それもほんとこの1年ぐらいで、おー、なるほど、近いねって気づいたの私。だから地図上で見ないから、電車に乗ってるとさ、わからないじゃん、どこの駅とどこの駅がどれぐらい近いなんてさ。電車に乗ってる時ずっと外見てるわけじゃないし、あ、見てる方もいるかもしれないけどね、ずっと外見てこの地形はとか言ってやってるわけじゃないから、この曲がり方は何度ですねとかでやってるわけじゃないからさ、私は気づかなかったんだけど、東京にずっと住んでても、その東京の中すっごい狭い世界で話をしてるけど、何々駅と何々駅が隣でどれぐらい近いかなんか意識して生きてこないから、方向音痴の人って方角に興味がないから、わかんない、みんなそうかわかんないけど、から気づかないことが多くて、でそういうことが度重なってきて、でよくそれにちょい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 気づいてたんだけども、それを今回、自分の家で2年半も小学校の位置を勘違いしていたってことにものすごい衝撃を受けて、ちょっとショックだったの。
もう笑い話だけど、笑い話だけど、その瞬間は本当にパニックになってちょっとショックを受けて、でもうあまりにもショックだったから、キノコ買ってきたキノコ全部蒸してやったんだけど、だからそこから毎日キノコを食べまくりましたよって話でございました。オチのない話ですみません。方向音痴の方はきっと分かってくれると思います。そして方向音痴じゃない方は全く何を言ってるか分からないですね。3分ぐらいですかねもっと喋ってるから何分ぐらい喋ってるか分かんないけど、結構長い時間でございました。ここまで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございました。これからはですね、地図を見ながら移動していきたいと思います。みんなもこういう体験があったらぜひ教えてください。共感し合おうということで、皆様今日もですね、話を聞いてくれてありがとうございます。明日が皆さんにとっていい一日、そして迷子にならない日でありますように。またね、バイバーイ、また明日、おやすみなさい。